ナウカは、ロシアのモスクワに本部を置く出版社。ソビエト連邦時代から存在し、往年は科学系出版社として、ソ連最大、そして、世界最大の規模を誇った。正式名は、連邦国営単一企業体、ロシア科学、アカデミーアカデミー科学出版、製造、印刷出版、書籍販売センター、ナウカ出版社。 帝政ロシア時代の1727年にペテルブルク科学アカデミー印刷所として発足し、その後ソビエトロシア時代の1923年4月14日、アカデミー会員アレクサンドル・フェルスマンを社長として、ペトログラードでロシア科学アカデミー出版社税として設立された。最初の出版物は、翌1924年末に出版されたロシア科学 アカデミーニュース税である。1925年8月からはアカデミーの名称変更に伴い、社名もソビエト連邦科学アカデミー出版社税として知られるようになった。1927年のソ連科学アカデミー検証によれば出版社社長はアカデミーの総会により選出されるとされている。九百三十年には出版社の管轄は アカデミー常任秘書を委員長として特別に編成された編集委員会に移り、その理事会はアカデミーの総会で選任されるものとされた。翌1931年には社内に伝達部門が設立され、それは1938年にアカデミー付属の書店アカデムクニーがとして独立した。アカデニーは1980年代末まで、 ソ連各地に支店を展開し、出版社の書籍を販売した。1934年には本社がモスクワへ移転したが、跡地はレニングラード支局として残された。大祖国戦争中には本社は火山へと退避していた。1963年に社名はナウカへと改称された。 この年の出版タイトル数は2000、出版部数は3万8000部に達している。翌1964年、物理学、数学書と東洋文学の大手出版社として知られていたフィズマトギス及び東洋文学出版社税がアカデミー出版社の参加に入った。翌年にはナウカのシベリア支局が設立された。1970年に、 ノボシビルスクに印刷所が設けられたことにより、ナウカはモスクワに2カ所、レニングラードとノボシビルスクに各1カ所、計4カ所の印刷所を要するようになった。1972年の時点で、ナウカは31の物理学、数学雑誌、24の科学雑誌、29の生物学雑誌、5の大衆科学雑誌を含めた135タイトルの科学雑誌を出版していた。 1977年には140タイトルの雑誌を発行し、その部数は1200を超えた。また、ナウカはソビエト連邦科学アカデミードキュメントとソビエト連邦科学アカデミー企業も出版していた。1973年と1978年にナウカは労働赤旗勲章を受賞した。1980年代初頭からナウカには 外国語部門が設置され、ソビエト連邦の科学史を、ロシア語に加え英語、ドイツ語、スペイン語でも発行するようになった。1980年代後半のナウカは、国家出版委員会によって、社会政治分野、科学技術分野、そしてフィクション分野の3つの編集局に分けられていた。1972年から1990年までの、 それらの合計発行部数は以下のように変化している。ソビエト連邦の崩壊によって編集委員会が解散した後も、ナウカとアカデム国ニは、ロシア科学アカデミー付属の独立した出版社、書店として存続している。2006年、生物学者のアレクサンドル・マルコフは、ラジオフリーヨーロッパに対し、ナウカが出版物のネット上での公開に、 極めて否定的な姿勢をとっていることは、その情報戦略において、禁止眼的であると述べた。また2008年には、同じく、ラジオフリーヨーロッパに対し、ロシアの科学雑誌は、極めて稀な例外を除いて、ナウカの独占出版となっており、他の有力出版社、国際アカデミー出版社、税、も実際には、ナウカと共同戦線を組んでいるに過ぎない、と述べている。そして、 雑誌の価格そのものも極めて高額であり、読者からのアクセスを意図的に制限するために値段が設定されているかのようである、と主張している。ありがとうございます。